皆さんこんにちは。ペンタックスの小三元標準レンズをジャンクで見つけて後先考えずに買ってからどうすんのこれと涙目になったアズイズカメラです。本日の動画は5000円も払って買った KAF3 マウントのジャンクズームレンズ、ペンタックス DAF4-17-80mmSDM のオートフォーカス故障修理と撮影テストです。このレンズは今も一眼レフを主力製品として頑張り続けるペンタックスが2008年に発売した APS-C 用の F4 透視標準ズームレンズです。フルサイズ換算 25.5-105mm で F4 透視という良好なスペックのレンズですが、オートフォーカスをレンズ内モーターのみ対応とした KAF3 という規格の最初の一本です。買った時実は KAF3 レンズであることに気がついておらず、ペンタックスのちょっと古いレンズで5000円なら状態は悪くないでしょと甘く見て買ってしまいました。持って帰ってウキウキで早速 KS1 につけてテストしたところ、オートフォーカスが全く反応しません。え、ペンタックスの古めのレンズでそんなことあったっけと冷や汗だらだらです。ライブビューでも動作しません。ここで初めてオートフォーカスの不調とこのレンズがレンズ内モーターとつなぐカプラーを持っていないことに気がつきました。あ、これはまずいかもと思いつつマウント面から分解してメカトラブルが起きていないかまず確認してみることにしました。ここで秘宝です。マウントを外してオートフォーカスモーターにたどり着いたんですが、見た目はとても綺麗で不具合が見つかりません。どうもモーター内が不調のようです。秘宝は続きます。このレンズはもうリコーの修理対応製品から外れていますし、修理相談窓口に電話してみましたが部品の提供もしていないとのことでした。さらに頼みのアリエクスプレスにもこの SDM モーター部品は売られていませんでした。5000円も突っ込んだのにマニュアルフォーカス専用機になってしまうというのは大ダメージです。ブッハー大失敗ということで、このレンズしばらくは修理を諦めていたんですが、ここでも頼りになるのは魔法の水晶インターネットですね。有名海外サイトペンタックスフォーラムズさんのスレッドに DIY SDM リペアというそのものズバリのテキスト記事が載っていました。 KAF2 レンズの DA16 の 50mm についてですが、ある作業をするだけで SDM モーターが復活したとの内容です。これが本当なら最高。早速やってみましょう。一度分解済みでもうやり方は分かっているので最低限の手数で済むようにします。まずはマウント面のネジ5本を外しますが、その前に一つ工夫です。このままマウントを外すとカメラとの接点部品6つがバラバラになって組み立てが面倒ですので、マウント面側から接点にマスキングテープを貼り付けます。この状態で金属マウントを外すと金色の接点部品とその下のバネがマウントにくっついたまま取り外すことができます。これで組み立てる時もそっと戻せばいいのでだいぶ作業が楽になります。ただバネは接点に乗っているだけなので落とさないように注意がいります。あとピントが合っていませんが、接点部分のないバネが1本レンズ側に残っているのでこれを忘れずに確保しておく必要があります。これ以上の分解はいりません。この状態で SDM モーターの裏面にあるプラスネジにアクセスできるようになりました。ペンタックスフォーラムの記事によると、このネジをグリグリ動かすだけで完全に動かなくなっている SDM モーターが目を覚ますとのことです。ほんまかいな。このネジを緩めたり締めたりを繰り返すといいんだそうです。どの程度やったか伝わるように、ここから実スピードで私がやった作業をご覧いただきます。回す量はだいたい半回転強ぐらい。まずは緩める側に回し、その後締める側に回すという感じでやりました。回しすぎるとどうなるかは正直わかりません。次は持ち上げてやってみました。このネジを動かすとピントリングが動くのがわかります。途中で一度ぐいっと動いたような気がします。このピントリングが動いたのがなんとなく効いていそうなのでもうしばらく続けました。
結局1分間でネジを左回しを右回しという作業を6回ほどやりました。この作業量が正しいかは分かりませんが、治らなければもっとやればいいそうです。見た目は何も変わっていませんが、これで組み立ててみましょう。組み立ては分解の逆にやるだけです。まずは接点のないバネを元の位置に置きました。次、組み立て前にマウント部品にくっついている2つ並んだ接点を外しておくのを忘れていました。これがあるとマウント組み立てがやりにくいです。あとは真上からマウントを乗せるだけです。6つ並んだ接点はマスキングテープでそっと貼り付いているだけなので、そっと乗せる必要があります。さっきの接点を外しておけば、その位置を合わせて垂直にマウントを乗せることができるので、割と簡単に取り付けることができます。あとは簡単、2つの接点を上から差し込んでネジ止めし、マウント面の5本のネジも締めて出来上がりです。さあ、本当にこんなのでオートフォーカスは復活するんでしょうか。 KS1 に取り付けてライブリューで撮影してみます。動け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 動いてよ。やりました。何事もなかったかのようにライブリューで撮影できました。時計の方に向けてもすぐ合掌しました。普通のファインダー越しでも問題なく撮影できます。1分ほど SDM モーターをグリグリしただけで本当に動くようになりました。最高です。大逆転で簡単修理に成功しましたので、早速夕暮れの銀座で撮影してみました。テンタックス機は手ブレ補正内蔵な上、F4 投資で快適撮影です。広角 17mm からというスペックで、フルサイズ換算に 15.5mm 相当の画角から 105mm 相当まで撮れるので楽しいです。東京駅向かいの撮影スポットからの夜景です。 ISO を上げないならしっかり構える必要がありますが、 F4 で手持ち夜景が撮れます。 F 値ごとの広角望遠の写りを簡単に比べてみますが、 F4 からしっかり改造しているのが分かりました。 KS1 用メイン標準レンズとして採用決定です。レンズ修理はこうして大成功したのですが、この話オチがあります。実はペンタックスフォーラムの情報にたどり着く前にニコイチを企んでいました。オートフォーカスは動くけれど絞りが故障したレンズをヤフオクで見つけ、絶対買うと意気込んでライバルと競り、3820円も突っ込んでしまいました。で、そのレンズが届いて作業を始める前に SDM モーターを刺激する方法にたどり着き修理に成功したので、2号本体は出番なしです。この2号の3820円は付属のフードとレンズキャップ代ということになりました。締めて8820円です。ふう、なんとか致命傷で済みました。危ない危ない。私が買うジャンクレンズとしては高額な5000円の小三元レンズ、一時は再生難しいかと思って泣いていましたが、整備に成功したのはとても嬉しいです。貴重な情報をペンタックスフォーラムで共有いただき大変助かりました。世界中のペンタキシアンのネットワークはとてもありがたいです。ペンタックスのチョイフルレンズなら故障は少ないだろうという油断の中で買ってしまったのは反省です。また部品取り機も慌てて買ってしまいました。幸いペンタックス機は2台あるので、K30 用にこの2号機も整備しておきます。絞り修理とレンズ清掃で面白い絵になったらまた動画化しようと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。